今回はエポメーカーの MS68 というキーボードを他のキーボードと比較しながら見ていきます。MS68 はホットスワップ対応のメカニカルキーボードで1万4000円くらいで購入できるちょっといいキーボードです。カラーバリエーションは青の他に黒、黄色、緑とあるようですが、個人的には青が一番好みでした。配列は英字配列のみで、ファンクション列が省かれた66件。スイッチはエポメーカーのフラミンゴ軸です。この辺は後で詳しく見ていきましょう。今回は専用ケーブルも付けてもらいました。ケーブルの半分がカールケーブルになっていて、脱着ができる仕組みです。パソコン側が USB-A、キーボード側が USB-C になっていました。それでは本体の外観を見ていきましょう。配色はベースカラーの水色とモノトーンのみで構成されていて、スタイリッシュなデザインです。個人的に目についたのは質感ですかね。以前レビューさせてもらったエポメーカーの TH80 シリーズは ABS 樹脂だったのですが、MS68 はアルミ製になっていて、ずっしりと高級感のある質感になっています。さりげなく武骨でかっこいい感じが個人的には好みです。配列を見ていきます。66件ということで、僕が普段愛用している HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S と同じで、ファンクション列が省かれている配列になっています。ファンクションキーの列があるのとないのとどちらがいいかというのは完全に好みの話になるのでね、なんとも言えないところではあるんですけど、好きな人にとってはこの配列は最高です。コンパクトになって見た目がいいですし、スペースも取らないので邪魔になりません。ファンクション列がなくても意外に大丈夫だということは伝えていきたいところなのですが、唯一不便なことといえば、F7 キーのカタカナ変換がないことが不便に感じることがあるので、僕は普段使っていない右側のシフトキーに F7 キーを割り振って使っています。MS68 はキーマップ変更にも対応しているので、普段使わないキーに好きな機能を割り当てるといったかゆいところに手が届くのもいいですね。HHKB との違いで言うと矢印キーがあるので、HHKB の独特なカーソル操作が苦手だという人にはこっちの方がいいかもしれません。ホームキーとデリートキーも付いているのでそのまま使ってもいいですし、よく使うショートカットをここに割り振っておくというのもいいと思います。次に側面のスイッチを見ていきます。印字がないので分かりにくいですが、接続方式の切り替えと Windows モードと Mac モードを切り替えるスイッチになっています。接続方式は Bluetooth、USB レシーバー、有線の3つから選ぶことができますが、残念ながら技適マークがないので日本国内では有線接続のみ使用可能ということになります。専用のケーブルが結構見た目がいいので、これをうまく使っておしゃれなデスクを構築しましょう。無線モードの時には 3000mAh のバッテリーから給電。有線モードでは USB バスパワーでの動作になります。個人的には接続方式を有線モードだけにして、バッテリーも抜いてコストカットしたモデルを発売してくれたらいいのになぁとは思いますね。Windows モードと Mac モードの違いとしては、ファンクションキーと数字キーを同時押しした時に呼び出されるキーが違います。僕は HHKB と同じ使い心地にしたいので、Windows モードに固定して使っています。スイッチのところには印字がないので、どのモードにしているかというのが分かりにくいのですが大丈夫です。表にあるこのディスプレイに表示されるようになっています。これはエポメーカーのお家芸ですね。これちょっと残念なんですが、角度調整の機構がありません。デフォルトで若干角度がついてはいますが、人によってはもっと角度をつけたい場合もあると思うので、アルミボディとトレードオフなのかもしれないですが、ここはちょっと残念かなというところではあります。次にキースイッチの話です。スイッチはいろいろ選べるのですが、今回はエポメーカー製のフラミンゴ軸にしてもらいました。打鍵感はリニアで、遮音材のおかげもあってか、しっかりと剛性感のある押し心地になっています。お待ちかねの打鍵音比較です。今回打鍵音の比較はいつもの HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S と同じくエポメーカーのシーソルトキー、そしてフラミンゴ軸の3台でやっていきたいと思います。それではどうぞ。
フラミンゴ軸の打鍵音はカタカタという感じで、重心が高く高音成分の多い音になっています。家で一人で使う分にはかなり心地よくて、ずっとカタカタやっていたくなる最高の打鍵感と打鍵音ではありますが、会社とかで他の人がいる時に使うと結構迷惑になると思います。比較対象のシーソルトキーも MS68 の購入時にしっかり選択できるようになっていますので、購入する際は用途に合わせてですね、キースイッチを選んでもらえればと思います。もちろんホットスワップにも対応しています。購入後に別のキースイッチに交換することもできますし、キーが壊れた場合でも簡単に修理をすることができます。個人的にはメカニカルキーボードにはホットスワップ機能が必須だと思っているので、毎回ホットスワップ機能をつけてくれるエポメーカー製品は素晴らしいと思います。ということで、エポメーカーのキーボード MS68 をレビューしてきました。66鍵という絶妙な配列に魅力を感じる人、メタリックな質感が好きな人、プログラマブルなキーボードを探している人は概要欄の URL からチェックしてみてください。以上となります。このチャンネルでは生活を豊かにするアイテムについて、比較検討の備忘録や使いこなすためのコツを動画にまとめています。ガジェットや家電に興味のある方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。